どうも、こんばんは、ヤヌメです。今回は東京グールリインボーク、新しいプレミアムガシャが登場しています。先生の受け売り鈴谷十三ですね、RE からの登場になりますので、黒髪の十三になります。まず詳細を見ていきましょう。クイーン系、サソリですね。スキルの方が、熟練度 100% した時にブレイクバースト、ブレイクした時いったので味方全体の攻撃力を 1.25 倍。これあったっけね、今まで。あのブレイクしたターン自身の攻撃力が2倍になるとこあったけど、味方全体の攻撃力が上がるっていうのはあったのかな。あんまちょっと覚えてないですね。攻撃力300、200、防御力200、武器耐久値プラス3の回避率15で、スキルが3ターンの間自身の回避率 30% アップ、かつ敵単体攻撃力 1.5 倍の8連ダメージということで、こいつかなりかわすんだな。攻撃を 30% プラス、15% アップさせれば、まあそれなりにかわすよということで、スキルは勝つのは弱さを飼いならした方です。これあれかな、ムツキに言ったセリフかな、これは。ということで、今回もプレミアムなんで10連を引いていきたいと、思います。こいつ武器耐久値、今これあれか、特攻がかかってるか11あるけど、特攻なしで、これあれかな、最大の時か、熟練度最大の時に11か。なるほどね。これ特攻かかって今11なんでプラス3出てんの。それともあれなのかな、熟練度 100% の時のステータスで、プラス3って出るのかな。ちょっとよくわかんないですけど、まあ、10連いきましょう。まあ、10連だけですね。まあ出てくれればいいんですけど、こういう時はね、SSR すら出ないみたいな、そういうジンクスがあるんで、はい、ドン。まあこんな感じでね、SSR すら出ないと、まあいつものことですね。今インボケフェス今月どうなんだろう。今月のインボケフェスってあれなのか、全部リバイバルで通すんだろうか。あのインボケフェスリバイバルで、ヤモリとあれかな、水のカネキかな、水カネキが来てんのかな、水属性の、多分そうだったような気がする。はい、ということで今回は RE より登場した、黒髪の十三、サソリですけども、ジェイソンの十三は来るのかな、わかんないんですけど、まあ来るとしたらフェスゲンじゃないかなと思うんですが、はい、またそちらの方もいつか出ると思うので、楽しみにしておきましょう。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。